お金なくどうやるのって言ったら、世の中のほとんどの企業なんていうものはお金がなく最初はスタートしてるわけですよ。例えばレッドブルとかあるじゃないですか。レッドブルなんてめちゃめちゃいい例で、ポピュラリティバイアスっていうものがあって、これ何かっていうと、最初の頃ってさ、ね、皆さんがサービスを始めた頃って誰も知らないわけですよ。レッドブルもそうなんですよ。レッドブルをね、タイとオーストラリアの人間がね発明した時って、誰もそのレッドブルってなかったんですよ。でも1980年代ってエナジードリンクが何個も何個も出てたから、ね、コンビニに行ったらね、こうやってエナジードリンクが並んでるわけですよ。なぜあなたはそのレッドブルを持つようになったか、お金もないのに最初は、なぜだと思います？レッドブルってめちゃめちゃマーケティングではすごく有名な会社なんですけども、竹花公式で本チャンネル、インスタ、TikTok でも毎日豆知識配信。